を自分が先に与えるっていうことをしてるんですね。自分に会いに来てくれるお客様に対してどういうふうに向き合っているのかっていう一つ一つの姿勢が全部その人のそのまとってる空気とかになって、その覚悟が相手に伝わった時に、こんにちは、勝智美です。今日のビクトリーチャンネルは紹介される人とされない人の違いについてお話ししたいと思います。本当、紹介されるかされないかでビジネスの発展具合ってもう全然違うと思うんですよ。私は本当、企業投資、お金も人脈も経営ノウハウも何も持っていない中でお店をスタートして、本当にお客様がたくさんのお客様を紹介してくださったことによって生き延びることができた人間なので、紹介してもらえるっていうことはすごく大切なことだと思います。今となっては実績も伴ってるので、ミラノコレクション出てますとか本書いてますとかっていうだけで社会的事実があるから信頼も安いので勝手にもうされていくんですけど、じゃあ当時どうだったかっていうと、今思い返してみるとなんかむっちゃ紹介されてたんですよ。分析してみるとですね、こう紹介したくなる人って口コミしたくなるなんか魅力みたいなのをすごい持っていて、要するに人間力なんですけど、その人間力の中に何が含まれてるかって思うに、その希少性とプロ意識から生まれる自信と、あと期待値と人のことをどれだけ考えられるかっていう義務の精神がすごくある人だなって思います。で、希少性っていうのは何かっていうと、夢の大きさだったり、あまりこういう人いないよなっていうところだと思うんですね。で、私は企業当初出会った人たちに自分がどうやって生きてきて、どういうところでつまずいて、で今こう何に困っていて、どういう夢を追いかけてるのかっていう部分をすごく伝えてたんですよね。いいことだけを喋るんじゃなくて、自分の弱いところも見せていたし、100年先まで愛されるブランドを作りたいんですとかって言って、壮大な夢を語ることによって、若くて何も持ってないのにそんな夢を成し遂げようと今頑張ってるんだって、でそういう人ってやっぱり多くはないんですよね。そういった夢の大きさだったり、その覚悟の大きさだったりする部分の希少性っていう部分がまずあったのかなって思います。とそのプロ意識から生まれる自信っていうのは、私 の、ね、話になっちゃうんですけど、作ってる製品であったりとか自分がしてる仕事に対して絶対的な自信を持ってるんですよ。もう私はビクトリースーツを全員が着てくれた方がいいと思ってます。だってうちのスーツを着たらみんな人生が今より絶対良くなると思ってるからっていう圧倒的な自信で、ものづくりに関しても 100% 日本縫製を使っていて、即死体系補正を導入して1ミリ単位の採寸を行っていてっていう風に、どのパーツを切り取ったとしても全部見てもらって恥ずかしくない仕事をしてるんですね。自分の仕事に対してのプロ意識の高さっていうのは自信として必然的に現れてしまう。あと期待値ですよね。それだけ製品に自信にもあって、自分が叶えたい夢に対しても何にも持ってなかったとしてもコミットして実際行動しててっていう姿を見ると、本当にやるんじゃないかって、何かを成し遂げるんじゃないかっていう期待値が上がります。そういうオーラってなんか出てるものなんですよね。なんとなくふわふわと何も行動を起こしてないのに、こういうことをやりたいんだよね、ああいうことをやりたいんだよねって言ってる人と、何にもなくてもその夢に向かって行動してる人って本当に大差があって、オーラも全然違うんですよね。なんかまだ若いかもしれないし、何も持ってないかもしれないけど何かを成し遂げそうだなっていう、その気合みたいなものっていうのは目には見えないけどしっかり出ている。でそれをちゃんと相手が受け取ってくれて期待してくれる、で期待しているから、じゃあ応援しようかなと思って誰か紹介してあげようかなっていう風にも、当時はなっていたかなと思います。であとは一番強いんじゃないかなと思うのは、本当義務の精神なんですよね。なんか自分が紹介してほしいなとか、自分の売り上げとか自分の事業のことばっかりじゃなくて、まず相手に自分がどうやって役に立ってあげるかっていうことを私はめっちゃ考えてました。初めてのアポイントでお会いして、その人の事業の話とか聞くと、紹介できる人いないかなとか、私が役に立てることないかなとかっていうのを、そのお客さん以上になんか当事者になったような気持ちで一緒に問題解決しようっていう
気持ちを持って向き合ってましたね。紹介してくださいっていう前に自分の方がたくさん人を紹介していたりとか、役に立てる何かの案内をしていたりとか、事業の話とかじゃなくて、その人はなんかどういうふうに生きてきたのかとか、何に喜びを感じる人なのかとか、これからどういうふうに生きていきたいと思っているのか、夢を叶えていきたいと思っているのかっていう、なんか目に見えない部分でのその人と人との人間味というか、そういうところの交換をすごくしてましたね。で、今でもそうなんですけど、本当にこうミューズに職を作りに来てもらって、その今あんまり接客にも入ってないんですけど、まあ、指名されてヒアリングしてくださいとかって言われた時に、絶対自分と出会ったことで一つでも持って帰ってほしい、ミューズに来てよかったと思って帰ってほしいっていう気持ちがめっちゃ強いんですよ。てか絶対そうじゃないと嫌だって思うんですよ。なぜかっていうと、ミューズって売るために作られたスーツなんて一着もなくて、その人の未来を少しでも自信に包んで良くしていくためにお仕事をさせてもらってるので、そのためにはただただ製品を納品しているだけではなくて、お客様がここに来たことによってマインドセットされたとか、自己理解が深まったとか、自分の覚悟が決まりましたとか、心に影響を与えることができないと未来なんてやっぱり変わらないんですよね。そうなってほしいからこそ、その方のことを全力で考えて、時には厳しいことも言う時もあるし、いちいち私がこんなことを言わないといけないかって思うところも、愛情を持ってたら言うことができるんですよ。それは初めて会った人に対してもそうで、別に3回4回会って初めて言えるとかじゃなくて、初めて会った時からまるで自分がその人かのようにその人のことを考えて、あ、もっとこうした方がいいんじゃないですかとか、あ、こういう人がいるから紹介しますねっていう風に、まず自分が先に与えるっていうことをしてるんですね。で、今言った希少性とか、そのプロ意識から生まれる自信とか、あと期待値とか、あとギブの精神とか、そういったもので人間力ってっていうのは培われていってるんじゃないかなって思うんですよ。一日にしてできるものではなくて、常日頃自分のしている仕事と、自分が関わってる取引先と、自分に会いに来てくれるお客様に対してどういう風に向き合っているのかっていう、一つ一つの姿勢が全部その人のそのまとってる空気とかになって、目の前の人に伝わっていってると思うんですよね。その覚悟が相手に伝わった時に、それだけ強い思いでやってる人なんて今時いないから紹介しようって思ってもらえたりとか、あ、勝さんと出会ってスーツ着て自分も人生がより良くなって、そういう人増やしたいからスーツ作りたいって言ってる人にはミューズさんを紹介しようとかっていう風になっていくんじゃないかなって思います。創業当初の時って、その、まあ、経営しだして間もないお客さんとか営業マンのお客さんもすごく多かったんですよね。自分が紹介を返してると、向こうもすごく紹介を返してくれるようになって、お互いお客さんの相性がいいから、なんか紹介し合おうよっていう風にお客様との間に協力体制が生まれていったりとか、そうすると、私はこういう仕事をやられてるこれぐらいの年齢の人を紹介してほしいんですよねとかっていうことを私も言えるし、向こうも言えるしっていうような、紹介をしてほしいっていうことが後ろめたいみたいな感覚とかって全然なくて、でそこにはそのお互いの信頼関係があるからなんですけど、そういう風になんか具体的にどういう人を紹介してほしいのかっていう、言える人間関係を構築するっていうのも紹介を発展させていくポイントかなと思いますね。全く自分のビジネスに関係がない人ばっかり紹介されてても、結果仕事にはつながらないっていうこともあるし、結果って原因を作らないと生まれないじゃないですか。紹介をしてもらうっていう結果が欲しいのであれば、どういう人を紹介してもらいたいのかっていう原因作りっていうのも大事だと思います。結局紹介してくださいって言うだけじゃ言って終わりになっちゃうじゃないですか。行動を起こしてもらうためにも、具体的にこちらが伝えるっていうことも必要だと思うし、ただその伝えるタイミングを、信頼関係が生まれてないし、何も自分がその人に対していいインプットを与えていないのに、急になんか紹介だけくださいって言っても、なんかくれくれ成人みたいになっちゃうと思うから、やっぱりそこは先に自分が与えてから紹介してくださいっていうふうに丁寧にお願いをしたら、紹介してくれるんじゃないかなっていうふうに思います。なんか私がすごい紹介したいなって思う人って、自分では思いつかなかった発想とか、自分に対する新たな気づきとか、新しいインプットを与えてくれた人なんですよね。新しいインプットを与えてくれた人は誰かに紹介したいって思うし、でも年齢にもよるんですけど、20代の子ってまだその実績も伴っていないし、何も持ってないかもしれないけど、自分の夢に向かってちゃんと行動してるなとか、大会以上の仕事はしませんとかじゃなくて、がむしゃらに働いてる姿勢だったりとかが見えると、すごい思う
ものになるんじゃないかなとか、絶対夢を叶えていくだろうなっていう将来が見えて、で期待しちゃって、若いけどすごく仕事と自分の夢に丁寧に向き合ってる、だから使ってあげてくださいって紹介したいなと思うし、逆に30代40代の人だったら、自分が何をしていきたいのかっていうことがあった上で生きてきている時間があるので、なんか実績を出してると思うんですよね。私だったらメロンコレクション出てるとか、本書いてるとか、店舗を1店舗から3店舗作ってるとかあると思うんですけど、実績を作るのってやっぱいろんなことを乗り越えていかないと作ることができないので、その中で得た経験っていうのが紹介した先の誰かの役に立つだろうなって思えたりとか、仕事に対してしっかり向き合ってくれるだろうなっていう姿勢がもう見えるんですよね。やっぱり10年20年って仕事をしてると、ちゃんと約束を守ってくれたなとか、なんか今やってる YouTube とかもそうなんですけど、すごいうちのチームはかなりみんなが自分ごとのように考えて仕事をしてくれてるんですよね。この YouTube 一つだったとしても、でそういう姿を見てると、多分この人たちは自分以外の他の仕事でもしっかりと自分ごとのように考えて仕事してるんだろうなっていう信頼が勝手に湧くんですよ。それがちょっと約束に対してルーズだったりすると、他の約束も多分この人破るんだろうなって思っちゃうから、紹介した人に迷惑になっちゃうし、自分の信頼も失っちゃうので、そういう人は紹介したくないって思っちゃう。一生懸命自分の仕事と向き合ってて、相手のことを本当に心から考えてて、それに対してしっかり行動している人、こう実績がついていってるってことは人間力も高い人っていうことなので、もう安心して紹介できる人になっていくのかなっていうふうに思います。ただ今挙げたものがやっぱり何もない人は、自分が紹介してもらいたいって気持ちよりも、自分が先に紹介する役立つことをするっていう気持ちで向き合っていくのが大事かなと思います。え、皆さんはどんな人を自分に紹介してもらえたら嬉しいと思いますか？コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。今日の動画が参考になった方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。